実際インスタグラムから来店につながってるっていうねところが非常に素晴らしいなと思うんですけど、値下げ経営は貧乏経営の始まりだってやっぱ言葉があるぐらい、値段を高くしてでもやっぱ売れるような工夫とかね。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今回はですね、インスタから松江サロンに月間13人来店集客に成功した秘訣についてですね、ひろみさんと一緒に動画撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いいたします。まずお名前はひろみさんですね。はい、今どういったご活動されていらっしゃいますでしょうか。今は母の美容室で私だけまつげを施術するような形でスタッフとして入ってます、うん、お母様の美容室の中でその松江サロンも実際にされていらっしゃるとそうですいうところですね。ちなみに弊社の実践選手集客学科の入学のきっかけってところもね、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、私がいるところが田舎なところなので、うん、はい、もう集客にやっぱりホットペーパーとか使わずに何か地域に密着してやれたらなっていうところがあって、うんうん、でもどうしていいかすごく分かんなかったから、うんうん、とりあえずインスタでやってみようって決めたので、そしたら北野さんを見つけてしまって。あ、なるほどです。え、ちなみに何で見つけてくださったんですか。 Facebook とインスタと公式 LINE で立て続けに目に留まったんですなのでなんか勝手に私が運命を感じたみたいな。あ、そうだったんですね、はい、ありがとうございます。ライブとかも見ていただいて、はい、っていうところですね。で、まあ、結構 SNS のコンサルとかスクールってめちゃめちゃぶっちゃけ多いじゃないですか、店舗集客のとことかも。その中でうちをなんか選んでいただけた決め手とかって何かあったりしたんですか。実は私もインスタの講座みたいな簡単なやつは受けたことがあるんですけど、しっくりこなかったというか、インスタが上手にならなかったっていうのもあって、はい、だけど北野さんのインスタのやり方とか公式の LINE のやり方のズームセミナーを受けた時にやっぱり実績もあられるし、伸びてる方はすごい伸びてるし、生の声を聞いてなんか私もやれそうだなっていうのと私にも合ってるんじゃないかなと思って、うん、もうこれを最後にしようと思って決めました、うんうん、最後の自己投資だというつもりでね。ありがとうございます。では早速ちょっと入学後の成果ってところもね聞いていきたいと思うんですけども、うん、今現時点でのその集客状況ってどんな感じでしょうか。インスタから本当にゼロ件がずっと続いてたんですけど、こちらに入ってちらほら問い合わせが来るようになって、はい、実際に数えてみたら1月から始めて1月が3件、2月が13件、3月今日の時点で6件集客が合ってるような感じです。素晴らしいですね。2月で13件集客をして、そして3月ね、うん、まだ入ったばっかりの頭ですけども、そこの時点で今月もすでにインスタから集客に成功しているということで、実際インスタグラムから来店につながってるっていうねところが非常に素晴らしいなと思うんですけど、インスタ入学前もされていたってことですけども、入学前はインスタ本当に月に0件しか集客できなかったっていうことなんですね、うん、そこについてね詳しく聞いていきたいなと思うんですけども、はい、ではね今回ちょっとひろみさんのこちらインスタをね表示させていただきながらね解説していきたいなと思うんですけども、こちらですね今849フォロワーというところで松江くんのねアカウント運用されていて、綺麗にねこういう投稿さんもされていらっしゃるわけなんですけども、840人ってそんなにめっちゃフォロワーが多いっていうわけではないのに、それでもすごい来店につながってるっていうね風に思った方多いんじゃないかなと思うんですけども、僕らもねエステサロンやっていて、大体1300フォロワーぐらいのアカウントで月に来店20件とか、多い月だと25件とかね集客できたりしてるんですけど、フォロワー数って店舗の場合はあんまり関係ないっていうのはありますよね。そうですね、うん、私も実感してます今。ただですね、入学前に実はこのインスタから月に1人も集客できなかった時期があるということで、そこからどういうことが原因でそれをどういうふうに改善していった結果月に2桁以上集客できるようになったのかところもね聞いていきたいと思うんですが、これは何かひろみさんの方で意識されたポイントとかはあるんですか。まずアイコンを、顔出しは私すごく恥ずかしくて嫌だったんですけど、もうやるしかないと思って顔出しにしたところと、あとはプロフィール欄ですかね。私って今までただまつげやってますみたいな自分の自己紹介みたいな感じだったんですけど、パッと見て見た人がこの人あこういう人なんだなとかこれができるんだなみたいな 2,3 秒で分かるぐらいな簡潔にしたところと、あとはもう全然投稿に統一感がなくて、もう思い立った時に思い立ったことをやってたから、色もそうだし見た目がバラバラすぎて私も読みたくないな見たくないなみたいな感じだったので、あ、自分で投稿していて自分でもうわって思っちゃうみたいなそうなんですよ、その統一感っていうところにちょっと意識をして、もう全部削除して新しくやったとこです、うん、素晴らしいですね。実際に今って結構ね投稿のタイトルとかデザインとかも統一感あってすごい見やすい形に、ね、なってると思うんですけども、こういった投稿を作る上でよくあるのがネタに困りますとかねっていう悩みも結構あると思うんですよ、うん、投稿のネタとかはどういうふうに考えられてますか。
最初私ももう限界だなみたいな、何も発信することがないと思ってたんですけど、小出しにすればいいっていうのをどこかで聞いて、とかお客様の声ってやっぱりそういう悩み事とか困ってる方って多いみたいなことも聞いたので、お客様の声を拾い上げて、そこをタイトルとか発信する内容にすると結構毎日いけるんだなみたいな感じで、私1月から結構ほぼ毎日1投稿は続けれてたので。素晴らしいですね。よくお客様の悩みっていうのは、例えばカウンセリングシート、お客さんこういう悩みありますっていうのもそうだし、あとはヤフーの知恵袋とかね、そういうお悩みまとめサイトとかでも、まつげもっとこうしたらいいのにとか、あとはライバル他社のちょっと状況のやり方ですけど、まつエクとかで調べるという広告がね、 LP が出てくると思うんですけど、そこの LP の中にあるよくあるお悩みみたいなところからネタを取ってきて、例えばまつエクの持ちを良くするための方法7選とか、まつげパーマの来店周期の解決策だったりとか、まつげ美容液の塗り忘れ防止法とかですね、結構ニッチだけども、でもそういった一個一個のポイントってしっかりと小分けにしてシリーズ化していくっていうだけでもね、いいのと、あと何々の方法6選とかですね、ちゃんと見たくなるようなタイトルっていうのをしっかりされているので、ひろみさんのインスタも概要欄に貼っておりますので、ぜひ参考にねチェックしていただければと思いますが、その他にも何かひろみさんの方でインスタで気をつけてる点とかありますか？他の同業者さんのインスタを見た時に、まつげの目元のここだけの写真とかってよく見たりするんですけど、私あんまりそれが個人的に好きじゃなくて、全体的な顔に合ってるのかな、その目元はみたいな。目元だけ見るとすごいいいけど、そのやった人の顔全体とか雰囲気に合ってるのかなっていうところまでやっぱりお伝えしたりとか見せていきたいので、まつげだけの写真っていうのは載せないように逆にしている感じです。確かにね、来店してくださったお客様も顔全体ちゃんと写ってますもんね、うん、ちなみにこれ美容サロンあるあるなんですけども、うちの質問よく来るのが、いやお客様がなかなか写真撮らせてくれないんじゃないかとかね、結構そういう悩み抱えてる人多いと思うんですけど、これヒルさんの場合どうですか？私も最初声かけづらくて、やっぱり新規の方とかには、うん、あ、この人声かけていいかなとか、一緒に写真お願いしますとかって言いづらいこともあるんですけど、でもこう施術中に会話をこう進めていく中で、うん、あ、この人いけそうだなとか、結構仲良くなるタイミングがあるので、新規の方でも最近は声かけやすいです。素晴らしいですね。施術のコミュニケーションをしっかりとっていくことで、施術が終わった後に一緒に写真を撮らせていただけたりとか、もちろんインスタでねアップさせていいですかっていう確認を取った上でっていうねとこにはなりますが、これ皆さんもぜひね参考にしていっていただけたらなと思いますね。ちなみにひろみさんの場合はなんかストーリーとかはどういうのアップされてありますか？私のプライベートなことだったりとか、投稿は結構やっぱり仕事上のことばっかり上げてるので、私がママをやっていることだったりとか、お客様との写真とかがやっぱ多いですかね。しかも今回ひろみさんのアカウントって店舗のアカウントというよりはサロンオーナーとしてご自身でされていらっしゃるわけなので、ひろみさんっていう個人のアカウントで、でも松江区の専門家ですよっていうブランディングでね発信をされているからこそ、そういう場合はどんどんひろみさんのプライベートであったりとか価値観とかも出していきながら、ただしっかりとね松江区の専門家なんだよって軸はねぶれないように、そういった配信もしっかりされていらっしゃるということですね。ちなみになんですけども、ひろみさんコメント周りとかいいね周りとかってどれぐらい一日されていらっしゃいますか？いいねは結構もう誰でもしやすいので、うん、1日多くて50か80、多くて80件で。いいですね。しっかりそのインスタグラム上でこちらからお客さんとかフォロワーの人にいいねをしていく、いわゆるプッシュ通知を送るチラシ配りですよね。認知を拡大していくためにそういったものをされていらっしゃると。ちなみにコメント回るとかってどれぐらいされてますか？1日マックスのお客様の施術が入ってる時はそんな時間も取れないので10件ぐらいなんですけれども、あとは今女性が行きそうなタグとかを検索してそこに見てる方とか、私40代主婦層をターゲットとしてるので、そういう写真が出てきたらもうその人たちに喜ばれるようなコメントをしてます。お子さん可愛いですねとか、これ美味しそうですね、どこのカフェですかとか、なんかそんな感じで営業を売り込むんじゃなくて、ただその写真に投稿に対して本当に私が気に入ってコメントしてますみたいな感じでやってます。営業感を出さないっていうのはこれ重要ですよね。はい、もう絶対出さないです。よくあるのが、よかったらうちのお店来てくださいみたいなね、そういうのは絶対しないということで、じゃあ実際コメントされる先としては熊本でさんやられてるっていうことは、熊本カフェとか、熊本ランチとか熊本サロンとか、そういったハッシュタグ検索をかけてそこで出てきたトップと最近の一覧に出てる人に対してコメントしに行ったりとかフォロー申請をしに行っているということですね。今この作業量だけでも月に10件とかね13件来てるということは、コメント数もうちょっと増やすことができたら多分もっとね来店来るんじゃないかなと思うので、よりね楽しみです。ここからまたドカッと月30人来店集客できましたっていう風になったらね、その時はぜひ実績のお声第2弾という形でね取らせていただけたらなと思うんですが、はい、はい、ありがとうございます。
ちなみになんですけども、今って松エクサロンって価格帯ってどれぐらいの平均単価でされていらっしゃるんですか？スタートした時から値上げするタイミングを見失ってしまったので、価格帯ずっと今まで一緒だったんですけど、7年ぐらい初回は3000円でやっていて、2回目以降だと4500円なんですけど、もうそれも税込みになってまして、特にオフ代とか他他店様からのオフ代とかも特にもらうこともないですし、もうそれでやってる感じです。それが今月からちょっとあれですか、値上げも検討されていらっしゃるという。3月26日から値上げをスタートする予定なんですけど、やっぱり低すぎるのもお客様ってここ本当に大丈夫かなってなることってあると思うので、価格は上げるんですけど、でもその次の価格がプラス2000円ぐらいには上げていくつもりで。値下げ経営は貧乏経営の始まりだってやっぱ言葉があるぐらい、値段を高くしてでもやっぱ売れるような工夫とかねしていくっていうのが重要だと思いますので。すごいですね、7年間ずっと値上げをすることなくされてきて、やっとのタイミングで値上げをねされていくということでですね、ぜひ今後ともねインスタグラムでより来店集客数を増やしていって、売り上げもねどんどん上げていっていただけたらすごい嬉しいなと思うんですが、今回ねひろみさんのインスタグラム非常に勉強になる点ね多かったと思うんですが、概要欄の方にもねリンク貼っておきますので、こちらもぜひね皆さんチェックしてみていただけたらと思います。ということでひろみさんね、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。